自分の中では一番しっくりきてる。普通のゴールドのものと違うのがグレード、これが違いますね。一番ミスターブラザーズ原宿本店の杉村翔吾です。自分が普段使ってるグリッパーの紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。多分バーバーの日本でやってる人って結構ウォールっていう大きいグリッパーの会社があるんですけど、多分それを使ってると思うんですけど、僕もずっとそれを使ってて、ウォールをなんですけど、全種類買って全部試したんですよ。使っていくうちにやっぱ飽きちゃって、でそれでベビリスっていうあのフランスのパリのメーカーさんなんですけど、僕の好きな海外のバーバーの人が結構このベビリスを使ってて、まあ、そこで買い揃えて行ったっていうのがきっかけです。手に合うとか重いのがいいとか軽いのがいいとか、結構まあ人それぞれ使い勝手って違うと思うんですけど、基本的にはこのブレード、この刃の部分ですね、刃の部分が基本的になんていうのかな、僕の感覚なんですけど、結構そのウォールのシニアとマジッククリップの本当中間ぐらいな感じですね。結構シニアがしっかりこう刈り取れるパワーのあるクリッパーなんですけど、でマジッククリップが結構柔らかい質感を出してくれる。マジッククリップが多分一番使ってる人が多いんじゃないですかね。多分それの本当中間っていう感じで、まあいいとこ取りってわけじゃないですけど、まあ自分的にはすごい使いやすい。あと長さとかも結構普通のウォールのバリカンよりもちょっと長いんで、結構手でかいんで、まあ扱いやすくて重さもちょうどいいし、まあ使い勝手いいなっていう感じですね、はい、結構ビビリスめちゃくちゃ買いづらいんですよ。まあ安く手に入れたいんで結構探したりしたんですけど、まあやっぱ結局もう僕は海外住んでる友達に送ってもらったりとか、 US の Amazon とかで調べて、たまたまあったら買ったりとか、まああとメルカリとかも調べて、まあだから本当に結構こう日本で集めるの結構難しくて、一つ一つ地道に揃えていきました、はい。ああそうですね、 US の Amazon で買うのが今のところ一番安牌じゃないですかね。僕が一番最近手に入れた最新の、まあ、メインで使ってるものですね。これがベビリスプロのゴールド FX ブーストプラスっていうのがあって、僕前これのベビリスプロのゴールドっていうのがもう一つあるんですよ。ここのラバーがついてない全部金色のものなんですけど、このブーストプラスってついてる、これがそれの、まあ、進化したバージョンで、結構まあパワーとかエンジンがなんか結構強くなって、でなんか充電の持ちも良くなってみたいな。普通のゴールドのものと違うのがグレード、これが違いますね。一番、まあでもこれが一番メインで使ってる今僕がものですね、はい。クリッパーオーバーコームとかでメインの面出しの時とかにもうガンガン使えるし、まあパワーがあるんで、あともうこうやってビビリスってこうラバーがこう段階踏めるんですよね。例えばウォールだとこの段階がこのストッパーがかかってないんですけど、まあ、これは結構ストッパーかかってこうブレずにいけるんで、まあ、これはもうぼかしとかでも全然使えます。これ買ってからこれ1本で作ることが多いですね、はい。ウォールとか全部使ってきたんですけど、結構一番自分の中では一番しっくりきてる。トリマンですね、これもこっちのバージョンが本当あるんですよ。ブーストプラスの方があるんですけど、それはまだちょっと手に入れてないんで、まあいつか手に入れたいなと思ってるんですが、これは結構パワーもあって、多分僕の感覚的には多分ミリ数が 0.2 とか3とかなんですよ。多分普通のボールのディテーラーとかでも全然刈れるんで、だからラインアップとか逆にミリ数が行き過ぎちゃってるんで、結構普通のガーって使うと頭皮に引っかかっちゃったりするんで、まあそれであんま使わないですね。本当これはもうラインアップ用って感じで1台持ってます、はい。でこれが、ベビリスプロのロープロ FX、 これはまあこっちでぼかしきれないアタッチメントなしでぼかす、でこっちでちょっと取りきれなかった部分を本当に調整で使ったりするときにこれは使用したりしますね。だからこれまあ難点というか、基本的にこれが最強なんですよ。これはパワーがあんまないんですよね。なんでクリッパーオーバーコームとかでガーってやるときはこれは結構引っかかっちゃうんで、だから本当これはもうぼかし用っていう感じで使ってます。これも同じようにレバーがこうストッパーかかるようになってるんで、同じような感じで感覚的にはこっちよりもこっちの方が結構マジッククリップに近いような感覚、もっとこうふんわりボケるような感じなんで、まあぼかし用ですね。これはでもこれも見た目がすごいかっこいいんで買いました。重さはこっちの方が重いですね。こっちの方が軽いんで結構細かいぼかしとかもう本当細かい作業にこれは向いてる感じですね、はい。
次がこれと同じ種類のロープローのトリマーですね。使用感としてはウォールのディテーラーの感覚、まあスキンフェードにするときの最初の、0.4 ミリとかそこでガーッと買っていくとき用に、これあんま引っかからないんでそれ用で使ってますね。だからこっちよりもラインアップ向きではないんですけど、まあ普通に頭皮に引っかからずに刈り込めるんで、まあそれ用でディテーラー代わりで使ってます。はい。で最後にこれですね、シェーバー、ベビリスプロの FX3 っていう、またこの2種類とはまた違うジャンルのものになるんですけど、こっちのシェーバーもあるんですよ。なんですけどめちゃくちゃ重くって、なんでこの FX3 のシェーバーが一番結構軽くてパワーもあるし、これなんだっけ、ちょっと情報違ったら申し訳ないですけど、多分フェラーリとなんか共同開発とかで多分なってるんですよ。だからすごいパワーあって軽くて、で2枚までっていうので、シェーバーだったら前アンディスっていうところのメーカーのシェーバーも使ってたりしたんですけど、まあそれよりも断然アジア人のちょっと硬い髪質とかでもしっかり引っかからずに剃れるし、まあその細かいその最後のスキンフェードのぼかしもいけるし、あと充電の持ちがいいです。すごいだから軽くてパワーあってっていう、まあもう一番いいとこ取りのホントシェーバー、これはもう間違いないと思います。はい、まあてな感じですかね、僕が使ってる道具は。はい、じゃあこれで僕の普段使ってるクリッパーたちの紹介を終えたいと思います。結構日本ではちょっと手に入れづらいんで、まあ、参考になるか分かんないんですけど、まあ、めちゃくちゃいいんで、まあ、よかったら皆さん買って使ってみてください。ありがとうございました。